帰りなさい。ずっとここで勇者様の帰りをお待ちしていましたよ。リユート村の状況は分かった。
俺たちが離れた後、騎士団の奴らは残りの魔物を討伐しなかったのか。残りの魔物といっても、普通の村人がどうにかできる存在じゃありませんから。たくさんの人が怪我をしてしまいました。でも盾の勇者様ならすぐにも解決できると思いますよ。手伝ってやると言った覚えはないが。ですが魔物が村を占拠したままだと直文様も私も休めませんね。それじゃあ報酬は護衛の分と一緒にお渡ししましょう。ちゃんと用意してくれるんだろうな。そんなことばかり言って。直文様、出発しましょう。日が暮れるまでに全部倒さないといけませんしね。本気で行くぞ。臨武派の方、吉光あり。くらえ、炎竜の炎、くらえ。よし、おとなしくしろ。よし、よし。臨武ゼロの方、逆式雪月花。くらえ、炎竜の炎、くらえ。臨武派の方、吉光あり。くらえ、炎竜の炎、おとなしくしろ。よし、よし。臨武ゼロの方、逆式雪月花。くらえ、炎竜の炎、くらえ。おとなしくしろ。臨武派の方、吉光あり。くらえ、よし。炎竜の炎、くらえ。おとなしくしろ。よし、よし、よし。臨武ゼロの方、逆式雪月花。行きますよ。邪魔するものは私が切ります。さっきのは最後の小道だな。はい、行こ。感謝もいいが、これが欲しい。この世界の文字は読めない。盾の勇者様が学びたいなら、金貨5枚で教えてあげますよ。私も直文様と一緒。さあ行くぞ。やっ、何の音だ。泥棒か、それとも冒険者からの気を。まあ、直文様、負荷がうまくいっていないようですね。直文様、ご自分の魔力を入れてみてはいかがでしょうか。かわいいですね、直文様。名前を考えてあげないと。少し適当。そうか、早速今日。さあ戦いを始めましょう。
臨武派の方、キッカーリ、くらえ。よし、炎竜の炎、くらえ。おとなしくしろ。臨武ゼロの方、逆式雪月艦。臨武派の方、キッカーリ、くらえ。炎竜の炎、くらえ。おとなしくしろ。臨武ゼロの方、逆式雪月艦。弱い敵ですね。私に助けを請うのですか。このような悪行、見逃すわけにはいかない。覚悟を。よし、臨武派の方、キッカーリ。いやー、さっ、いやー、くらえ。燃えなさい、くらえ。おとなしくしろ。いやー、食べてみて。お受け止めよ、オミナーズブランド。臨武ゼロの方、逆式雪月艦。いやー、さっ、いやー、くらえ。燃えなさい、くらえ。おとなしくしろ。いやー、食べてみて。お受け止めよ、オミナーズブランド。俺の仲間に手を出すな、エアストシールド。臨武ゼロの方、逆式雪月艦。くらえ。燃えなさい、くらえ。よ
し、おとなしくしろ。食べてみて。ニモは心の準備ができたよ。お受け止めよ、オミナーズブランド。リンブゼロの方、サカシキ雪月花。いやー、あれ、くらえ、もうなさい、くらえ。よし、おとなしくしろ。お受け止めよ、オミナーズブランド。リンブゼロの方、サカシキ雪月花。いやー、さっ、くらえ。スバイトファイヤーボール。行きますよ。邪魔するものは私が切ります。よし、俺の仲間に手を出すな。エアッドシェード。受け止めよ、オミナーズブランド。リンブゼロの方、サカシキ雪月花。いやー、流星と行きますよ。邪魔するものは私が切ります。異世界って素晴らしい。さあ、戦いを始めましょう。リンブ派の方、キッカーあり。
くらえ。よし、炎竜の炎くらえ。臨武ゼロの方、逆式雪月艦くらえ。炎竜の炎くらえ。臨武派の方、亀甲あり。くらえ。よし、炎竜の炎くらえ。よし、臨武ゼロの方、逆式雪月艦くらえ。炎竜の炎くらえ。よし、臨武ゼロの方、逆式雪月艦臨武派の方、亀甲あり。くらえ。よし、炎竜の炎くらえ。よし、よし、臨武ゼロの方、逆式雪月艦。よし、行きますよ。邪魔するものは私が切ります。こう怪人に覚悟もあるんだ。見たか、たった2日で。こわ、普通のフィロリアルは。こわ、そういえば成長期のラフタリ。ナオフミ様、このまま。ああ、何か。誰かが助けを呼んでいるようです。そんな。心配はいらない。負傷者のよ。ひどい。どうしてそんな。周りの魔物は確かに全部。ラフタリア。盾の勇者様ですか。これまでに対象が魔物に。今王都への道は遮断されました。骨の折れる仕事だ。ご安心ください。ニヤニヤしながらフィーロを見て。だったら報酬としてフィーロの食料を提供してくれ。勇者様にご指示を仰ぎます。臨武派の方、亀甲あり。くらえ。よし、よし、炎竜の炎くらえ。臨武ゼロの方、逆式雪月艦くらえ。炎竜の炎くらえ。臨武ゼロの方、逆式雪月艦臨武派の方、亀甲あり。くらえ。よし、よし、炎竜の炎くらえ。よし、臨武ゼロの方、逆式雪月艦
くらえ炎竜の炎くらえよしスープだだリンブゼロの方サカシキ雪月花臨武派の方キッカーありくらえよしよし怪人に覚悟もあるんだよよしよし臨武ゼロの方サカシキ雪月花行きますよ邪魔するものは私が切りますこ怪人に覚悟もあるんだリンブ派の方キッコーありよしくらえよし炎竜の炎くらえリンブゼロの方サカシキ雪月花見た約束通りフィーロの食料は頼んだぞた盾の勇者様もしフィーロが馬車を引いてくれたらニモは決まりだニモは対象のみんなと一緒に異彩剣物資を買ってきますナオフミ様これからどうします武器屋にでも行くか大きくなったらフィーロにも戦ってもらうからなもし家出してなかったら勇者様と あなたの努力と活躍は素晴らしいと思います。お前は俺のことを完全に信じているわけではない。俺はお前を信頼本気で行くぞ。臨武派の方、キッカーあり。くらえ。よし。炎竜の炎、
くらえプープーパパよしリンブゼロの方逆式雪月花くらえ炎竜の炎くらえリンブゼロの方逆式雪月花くらえ炎竜の炎早く成長するフィロリアルを見たことないな。そんな言い方やめてくれ。フィロリアル、馬車を引くのは得意なはずだが、どうだ、カスタムにするか。安くしといてやるよな。こいつ成長が早い、長く使えればいいが。そういうことなら魔法屋のばあさんに聞いてみてくれ。の勇者、あの時助けた誰かでしょ。よろしかったらフィールの様子を。もちろん、水晶玉に魔力を入れるといいよ。フィロリアルは風属性魔法的性がある。水晶玉で調べても異常はないよ。この大きさになるまで普通のフィロリアルは3ヶ月くらいかかるけど、これは成長補正。しかし孵化から数日も経たないうちにこんなに大きくなって、成長補正といっても本当に大丈夫なのか。安心して、伝説武器の特有能力よ。勇者のパーティーに入ると有効になるってさ。だからこそ、そうだ、この魔法書はあなたたちのために用意した。この世界の文字が読めない。これは孫がお世話になったサービス。本当は魔法を封じた水晶玉をあげたいところなんだけど。水晶玉もらった覚えはないな。また魔法書で覚えるのは大変だけど、真面目に。ありがとう、やってみるさ。まだ早いですが、次はどこに行きますか、ナオフミ様。必要がないならここにはいたくないな。早めに。ナオフミ様、さっきの人たち魔物と。格好から見て冒険者のようだな。ついていくぞ。俺たちは冒険者ギルドに入り、隅に座って部屋の中を。ここは広くない。受付カウンターの周りは混み合っているな。あの人は弓の勇者様の仲間ですね。あいつらが関わってるな。おい、そんなふ。聞いたぞ、お前たち。ナオフミさん、どうしてここに。ナオフミさん、どういうことですか。僕たちの邪魔するなんてひどいです。今すぐこの場から立ち去れば責任は追及しませんよ。お前らいつ。他人の言う。勇者様のご指示を仰ぎます。リンブ派の方、キッコーリくらえ。来た。よし、炎竜の炎くらえ。よし、プープーパパ。リンブゼロの方、逆式雪月花くらえ。炎竜の炎くらえ。プープーパパ。リンブゼロの方、逆式雪月花くらえ。
臨武歯の方、キッカーあり。くらえ、来た炎竜の炎、くらえ。よし、臨武ゼロの方、逆式雪月花。くらえ、炎竜の炎、くらえ。よし、臨武ゼロの方、逆式雪月花。臨武歯の方、キッカーあり。くらえ、炎竜の炎、くらえ。サンダーアロー、ラップバター。臨武ゼロの方、逆式雪月花。行きますよ、邪魔するものは私が切ります。怪人に覚悟もあるんだ。サンダーアロー、勇者様を守るんだ。臨武ゼロの方、逆式雪月花。くらえ、炎竜の炎、くらえ。よし、臨武ゼロの方、逆式雪月花。くらえ、炎竜の炎、くらえ。勇者様を守るんだ。臨武ゼロの方、逆式雪月花。くらえ。弱い敵ですね。本来は魔物と戦う。何バカなこと。僕たち。ねえ、いい加減にしていただく。このことはここまでです。誰です、なぜ勝手に依頼を取り下げ。そうですか、勇者様は私のことを。被害を起こすような規則違反の依頼。ふん、今回はもう。あれはあの、あら、口が利くお嬢さんです。なお、おい、何をする。盾の勇者様、私の行為、最悪の波。それよりも厄介なことがもしかしたらあるかもしれませんよ。迷惑をかけるやつより、何と言っても。冒険者ギルドから出た後、約束の場所で荷物。村に着いたら任務完了だな。ご安心ください。フィーロに変なものを食わせるなよ。じゃ、何度も言いますけど、見てください。この度
波で速やかな復興のため通行税領主様の言うことが聞けないと反抗する村人は全員捕まえおいお前さあこの世の全てを燃やしたまえ臨武派の方吉光あり食らえよし炎竜の炎食らえリンブゼロの方逆式殺撃艦くらえ炎竜の炎くらえよしどうぞどうぞリンブゼロの方逆式殺撃艦リンブ派の方吉光あり喰らえ！よし、よし。炎竜の炎、喰らえ！よし。どうぞどうぞ。臨武ゼロの方、逆式殺撃艦。喰らえ！炎竜の炎、喰らえ！よし。どうぞどうぞ。臨武ゼロの方、逆式殺撃。臨武派の方吉光あり喰らえ来た炎竜の炎喰らえよしどうぞどうぞ臨武ゼロの方逆式殺撃艦行きますよ邪魔するものは私が切りますここの宿屋はお前らは村の出入りだけでだから何あなた何が書いてあるかわからない何者だ曖昧な言い方だなもう少しではドラゴンレースをするわよ盾の勇者おいおい始まる前ドラゴンじゃなくて鳥だしあくわー卑怯者こんな奴に負けるわけにはいかないフィーローまずは不正した兵士を倒せご指示を仰ぎます。臨武派の方、吉光あり。喰らえ。よし。炎竜の炎。臨武ゼロの方逆式殺撃艦くらえよし炎竜の炎くらえどうぞどうぞよし炎竜の炎臨武ゼロの方逆式殺撃艦くらえ炎竜の炎くらえ
任務ゼロの方、逆式雪月花くらえ炎竜の炎。臨武派の方、キッカーあり。くらえ。よし。炎竜の炎。くらえ。よし。臨武ゼロの方、逆式雪月花。行きますよ。邪魔する者は私が切ります。よし。怪人に効く覚悟もあるんだ。よし。臨武ゼロの方、逆式雪月花。おとなしくしろ。行きますよ。邪魔する者は私が切ります。任務ゼロの方、逆式雪月花。くらえ。よし。炎竜の炎。くらえ。よし。任務ゼロの方、逆式雪月花。くらえ。炎竜の炎。くらえ。臨武ゼロの方、逆式雪月花。炎竜の炎、くらえ。よし。臨武ゼロの方、逆式雪月花。弱い敵です。礼を言うならこのフィーロー。なんだ不正よ。何それ。フィーロ卑怯だ。不正だ。もう このような悪行。さあ、勝負だ。さあ、臨武派の方、キッカーあり。炎竜の炎、くらえ。よし。流星刀。臨武派の方、キッカーあり。炎竜の炎、くらえ。よし。流星刀。おとなしくしろ。炎竜の炎、くらえ。流星刀。臨武派の方、キッカーあり。炎竜の炎、くらえ。流星刀。臨武派の方、キッカーあり。さあ、臨武派の方、キッカーあり。よし。炎竜の炎、流星刀。臨武派の方、キッカーあり。よし。炎竜の炎、くらえ。
流星層。おとなしくしろ。こん怪人に覚悟もあるんだ。流星層。リンブゼロの方、逆式雪月艦。こん怪人に聞く覚悟もあるんだ。世界って素晴らしいな。まだ見る。不正をしたのはそっちの方だろ。あの兵士たちはその女の命令で動いてるだろう。穴まで作って。そんなことは知りません。盾の勇者は不正なし。本気で行くぞ。臨武派の方、キッカーあり。くやー。炎竜の炎。くやー。くらえー。燃えなるか。流星層。臨武派の方、キッカーあり。くやー。炎竜の炎。くやー。くらえー。よし。燃えなるか。流星層。リンブ派の方、キッカーあり。いやー。炎竜の炎。いやー。くらえー。流星層。よし。いや。スマイトファイヤーボール。リンブゼロの方、逆式雪月艦。いやー。炎竜の炎。いやー。くらえー。よし。燃えなるか。リンブゼロの方、逆式雪月艦。くやー。炎竜の炎。くやー。くらえー。
スマイトファイヤーボール。リンブゼロの方、逆式雪月艦クヤー。遠流の炎クヤー。くらえー。あーダッツダダ。燃えなさい。勝ち負けなんて気にしなくていいんだ仲間と。やはり俺がやらなく、このような悪。私に助けを。了解です。行くぞ、ダンジョンへ。さっ、リンブ派の方、キッカーあり。流星層。リンブ派の方、キッカーあり。探索はまだ終わっていません。油断をせず行きましょう。余計なことを。リンブ派の方、キッカーあり。よしよし、くらえ。流星層。しまいましたか。探索はまだ終わっていない。用心して先へ進むぞ。さ
陰部歯の方、キッカーあり。よしよしよし、くらえ流星槽。陰部歯の方、キッカーあり。よしくらえ。よし流星槽。この罠を盾に入れることはできるのか。さっ、臨部歯の方、キッカーあり。よしよし、行きますよ。邪魔するものは私が切ります。よし流星槽。臨部ゼロの方、逆式雪月花。これでいいですね。どの世界でも罠はみんな一緒ですね。くそ、油断した。流星槽。臨部歯の方、キッカーあり。よしよしよし、くらえ。よし流星槽。臨部歯の方、キッカーあり。よしよし、くらえ。流星槽。臨部歯の方、キッカーあり。俺の経験だと次の階層はもっと難しくなるはずだ。さっ、臨部歯の方、キッカーあり。くらえ。よしよし、流星槽。臨部歯の方、キッカーあり。くらえ。よし流星槽。臨部歯の方、キッカーあり。くらえ。よし流星槽。
臨武ゼロの方、逆式雪月花。
探索はまだ終わっていません。油断をせず行きましょう。大事。探索が終わりましたね。